さんはこの眞子さんに対してもこの息子の総額に対しても一人の個人として捉えてこう向き合っている姿に胸を打たれますよね、うん、幸せな家庭でありたいという香織さんの言葉に強い決意を感じましたね。そうですね、この家族を見ていると人生の中で自分が想像していなかったことと出会った時、思っても見なかったことに直面した時にどうするのかって考えさせられるなと思いました。そのことについてこう相手にさ